本日は戸塚区役所で実施されている見守りネットについてお話をお聞きします。本日スタジオにお越しいただいたのは戸塚区役所高齢障害支援課の梅田さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、見守りネットとはどのような事業なんでしょうか。はい、見守りネットでは高齢の方や障害のある方が孤立せず安心して暮らし続けられるよう地域の方々や民間の事業者に協力をしていただき普段から緩やかな見守りを行っています。この中で新聞や郵便物が溜まっている、家の電気がつけっぱなしになっているなど、いつもと様子が違う、ちょっと心配だなと感じたら地域ケアプラザや区役所に連絡をしていただき早期の対応や支援につなげていく事業です。はい、普段からの緩やかな見守りとは具体的にどのようにしたらいいんでしょうか。はい、特別なことは必要ありません。何かいつもと違う、もしくはちょっと心配だなと感じましたらご連絡をお願いします。はい、それなら私たちでもできそうですね。では見守りが必要な方とはどんな方でしょうか。はい、一言で言うと地域の中で孤立しがちな方です。例えば一人暮らしの高齢の方や高齢の方のみの世帯、障害のある方、認知症や寝たきりの方を一人で介護している方、周りに相談相手のいない方などがそうです。はい、私たちが見守りを行うときに気をつけることは何かありますか。はい、見守りは見張りや監視とは違います。相手のプライバシーに配慮してさりげなく緩やかな見守りを心がけてください。そのような緩やかな見守りの中でいつもと様子が違うなとかちょっと心配だなと感じたらその方の身に何か問題が起こっているサインの可能性がありますので連絡をお願いします。皆様の気づきがその方を救うことになるかもしれません。なるほど、わかりました。また見守りネットでは民間の事業者にも協力をいただいているとのことでしたが、どのような事業者が参加されているんでしょうか。はい、高齢の方や障害のある方の自宅を定期的に訪問する、またよく立ち寄る顔なじみのお店などに協力事業者として登録をお願いしています。具体的には新聞販売店、食料品の配達を行っている事業者、郵便局、水道の検針業務を行っている方など自宅へ定期的に訪問する事業者です。またコンビニエンスストア、美容室、理容店、クリーニング店などの顔なじみのお店の方々にも登録をしていただき、現在は約380の事業者さんに協力をお願いしています。そうなんですね。それでは連絡を受けた地域ケアプラザや区役所はどのような対応を行うんですか。はい、例えば新聞が1週間分溜まっているという連絡を受けた場合は近隣の方や民生委員さんから最近の様子などの聞き取りをして、家の中で倒れているかもしれないなど緊急性が高いかどうかの判断を行います。はい、緊急性が高いと判断した場合にはその方のご家族、管理会社や不動産会社、警察や消防へ連絡し対応を検討します。また本人の様子が最近どうもおかしいとかいつもと様子が違うなどの連絡をいただいた場合には地域ケアプラザや区役所の職員がその方の自宅へ電話や訪問での状況確認を行い、必要なサービスや制度が利用できるようご本人やご家族などへの支援を行っています。はい、差し支えない範囲で事例を教えていただけますか。はい、この事例は新聞販売店の方からご連絡をいただいたケースです。はい、対象の方は80代の一人暮らしの方です。ご連絡の内容は新聞が何日分も溜まっているので心配とのことでした。区役所が確認したところ、ご本人は親戚の家にいらっしゃることが分かりました。このように周囲が不安心配に感じていたことが安心に変わるようなケースも多くなっています。これは地域の方々や民間の事業者の皆様の気づきの感度が高まって心配な方や困っている方を見過ごさない傍観しないという見守り支え合いの意識が根付いている証だと思います。実際に地域の方々や民間の事業者から早急な連絡をいただいてその結果命を助けることができた方や重篤な状態となる前に対応できた方もたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。具体的なお話ありがとうございました。最後に見守りの主な対象者である高齢の方や障害のある方、そのご家族の方などに向けてメッセージはありますか。はい、戸塚区では
誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくりを推進する取り組みとして、地域の方々や事業者の参加協力により見守り声かけを中心とした活動が数多く行われています。それらの活動を知り、困った時は遠慮なく周りの方に助けてと言える関係を築いてみてください。そのような関係を築くために、隣近所での挨拶、行事への参加など、地域でのつながりづくりをぜひこの機会に始めてみてください。はい、わかりました。ということで、このお時間は戸塚区役所高齢障害支援課の梅田さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。